はい、こんにちは、川本です。今日はですね、パークハイアットの、ちょっと東京スイートっていう部屋に、宿泊してみたので、ちょっとそれをね、ぜひ、まあ、シェアをしたいなというか、かなりやばい部屋なんで、ちょっとね、収録していきたいなというふうに思ってます。で、これがバスルームですよね。バスルームというか、これがなんか普通にお風呂が入るという、お風呂を入れる場所で、しかも何人にも入れるという感じですね。じゃあ、次にちょっと。シャワールームというか、まあこれは普通なシャワールームですよね。すごいこう、なんていうかな、まあシャワールームというかスパというかね、ここでできるというような、あ、すみません、こっちが、これがシャワーですね、浴びる場所で、ここでスパというか、サウナができるという、すごい部屋ですね。ちょっとこっちの方に行ってみたいなと。これはだいたい200平米ぐらいの部屋になるんですけども、これがまあ寝室ですよね。寝室で、まあソファーがあって、こっちが、夜景ですね。こんな感じですね。ちょっとじゃあ、他の部屋に見に行ってみたいなというふうに思ってます。でここがまあメインのロビーになるんで、まあ、ここでよくねミーティングしたりとかもできるのかなっていう感じですね。でこっちがまあキッチンですね。キッチンになってます。キッチンですね、いろいろとありますよね。まあ、こういう感じで料理もできたりっていう感じです。こっち行きますね。じゃあ次にこっちがこうメイン、これで一つの部屋になるんですけども、これがまあスイートルームの東京スイートっていうちょっと部屋に入って、こういう感じですね。ピアノがあります、部屋には。でここが、まあ、ミーティングとかねできるソファーになっていまして、こういう感じで、ここが、まあ、夜景という感じになってます。でまあ、パークハイアットはぜひ、まあ、これ自慢に聞こえてしまうとね、ちょっと申し訳ないかもしれないんですけども、かなり僕の中でおすすめなホテルというか、僕も年間の半分ぐらいホテルで、滞在するようなライフスタイルを送らせてもらってるんですけども、パークハイアットさんはかなり、ホテルのこう、なんですかね、レベルの中でかなり群を成しているホテルなので、ぜひ一度セルフイメージ上げるためにも、ご宿泊というかね、泊まっていただければいいかなというふうに思っております。まあ、またこれちょっとねビデオをお届けできればなというふうに思うんで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。